パパは認めないから。嘘、なんでダメなの。シドニーとパパのマックス、ヘアスタイルは思い通りにする。シドニーの悩みは、パパがお前くらいの頃を振り返ってみたんだ。なぜかパパの子供の頃と同じ髪をブリーチする。時を超えて繰り返される。自分だって同じことしてたのに。似た者親子のハチャメチャ生活。信じらんない。シドニーと頑張りマックス新エピソード火曜日夜10時、ディズニーチャンネル。